ベロー・フリッツ・ビィルヘルム・テオドール・カール・フォン・ベローは、ドイツ帝国の軍人。最終階級は、陸軍大将。第一次世界大戦中のソンムの戦いのドイツ側、司令官として知られる。西プロイセンのダンツヒに、古い貴族の家系であるベロー家の一員として生まれる。父フェルディナントは、陸軍少将。第一次世界大戦で活躍した、オットー・フォン・ベロー将軍は重帝にあたる。 20歳でプロイセン軍に入営し、1906年に第三防本部で三防次長にまで上り詰めた。1908年にベルリンの第一この絵師団長に転じる。1912年に不評大将に昇進し、ザールブリュク県に司令部のある第21軍団司令官に任命された。第一次世界大戦ではパウル・フォン・ヒンデンブルクの後任として、 東部戦線で第8軍司令官に就任し、1915年2月のマズール・湖畔の戦いを指揮した。1915年4月に西部戦線に転属となり、カール・フォンビューローの後任として第2軍の司令官に就任した。1916年のソムの戦いでは指揮下の参考師団で激しい防衛戦を戦った。同年7月に第1軍、後に、 第9軍司令官に転じた。その功績により1916年8月に白つ付ヘプールルメリット勲章を受章した。ベルリン軍人墓地にあるベロウと父母の墓大戦中からすでに体調を崩しており、1918年8月に退役の手続きを取っていたが、第一次世界大戦の停戦直後に肺炎のためバイマルで死去し、ベルリンの軍人墓地に葬られた。 1938年から第二次世界大戦の終結までザールブリュッケンにあったドイツ国防軍兵舎はベロー兵舎と呼ばれ戦後はフランス軍がベルダン兵舎と改名して使用した1948年以降は新設のザールラント大学に使用され産学部により使用されているありがとうございます